紙芝居だよ。お兄ちゃんまた副業？今度は紙芝居屋さん、好きなだけ見放題っす。おー、すごいラインナップ。え、なに、桃太郎と豆の木？金太郎の恩返しって何？今一番人気は浦島失恋物語っす。なにそれ。音ちゃんに振られたり？それだシーズン5まであるっす。対策だな。おい、ネットフリックスも楽しみ放題、新プラン登場。もう別れましょう浦島さん俺何回振られちゃうわけ？102回っす。多いな。